台風24号は午前9時に温帯低気圧に変わりましたが、引き続き暴風や高波に警戒が必要です。台風24号に伴って各地で風が強まりました。島根県の西郷で最大瞬間風速 40.9 メートルと10月の最大を記録したほか、西日本を中心に25メートル以上の突風を観測しています。台風は温帯低気圧に変わりましたが、今夜にかけても北陸地方で瞬間的に35メートルの風が吹く予想です。引き続き暴風や高波に警戒が必要です。また暖かい空気が流れ込んだ影響で日本海側を中心に季節外れの暑さとなっています。ご覧ください。現在午前9時ですが、すでに32度を超えています。石川県金沢市では午前9時前に気温が30度を超えて、1999年以来14年ぶりに遅い真夏日となりました。その他午前11時ですでに全国52地点で気温が30度に達しています。予想最高気温は金沢で34度などとなっていて、熱中症に注意が必要です。